Welcome to Saturday Take-chan Yumi-chan. We hope you're having a great time. Now, Take-chan is going to answer your questions. ほら、ワクワクすっぞ。さあ、今回のご質問は、ダマさんからです。ありがとうございます。これダマっていうのは何ですかね。よく僕らよく言うのは、お好み焼きとかの、をなんて、初めの、白い時、キャベツとかで混ぜる時にこれダマになったとか言う。言う。あ、ダマだと言う。あ、これあれ標準語？標準語。あ、ダマは標準語なの。でもカタカナじゃない？ダマにならないように。あ、ダマにならないようにね。っていうことですね。じゃあダマさんは。かな。でも、はい、あれでしょ、お好み焼きのごちゃごちゃになった人ですよね。イメージつかんもん。はい。ちゃんと潰してください。では、ホットケーキもあるね。あ、そうですね。では、参ります。ギア関係関連の動画はズバババゴルフ一択です。すいません、なんかダマとかすいませんでした。最近ドライバーが上がりすぎて距離をロスしている感じです。うんうん、ロフトは 10.5 度のものを使っているので、可変式スリーブで9トンに変えるか、もしくはシャフトが現在 SR なので S にするか、どちらが良いですか。ヘッドスピード41、フェードヒッターです。です。なるほど。まず本当に数ある、ね、ギア動画、最近特に増えてますよね。だからうちの動画を見ていただいて本当ありがとうございます。全然他も参考にしてくださいね。僕結構ね、他社さんというか、YouTube 他社っていうかあれですけど、別にいろいろ見たらいいと思って、で正直これはフィッティングのこともそうですけど、別に僕すべてじゃないし、やっぱりいろんな知識っていうのがやっぱりね、いろんなとこで、ただそのアンチ系は良くないと思うんですね、僕もね。で僕別にその他の動画さんにどうこう勇気もないですし、だからいろんな情報があって、その中からお客さんがこれは自分に合うなっていう、フィッティングってそもそも正解がないので、間違った情報っていうのは基本的に数値的なもの以外はないと思うんですよね。だからその中で初手選択、はい、これいつも言えないんですけど、老若男女は言えるんですけど、初手選択は言えないです。やっぱり言えてない。はい、すればいいと思ってますね。ぜひね、他の動画も参考にしてくださいということなんですけど、まずドライバーの上がりすぎの件なんですけども、これはね、一概に言えないのが本音なんですよね。というのも、球が上がりすぎるっていうのは2つ考えられて、まず純粋に打ち出しが高いパターンと、スピン量が多くて吹き上がってるパターンの両方があるんですね。だからパッと出だしの打ち出しが高いパターンと、いわゆるスピンで吹き上がって最高到達点が高くなるパターンの2パターンがそうですね。だから結局その純粋に打ち出しが高いだけでしたら、カチャカチャで 10.5 っていうのを9度にするっていうのも一つ方法なんですね。ただこれ可変式スリーブの動画の時も話してますけど、基本的にロフトを立てるとフェースはちょっと開き目になるんですよね、右向く。だからここに書かれているフェードヒッターって書かれているので、 10.5 度を単純に9度にして、球の高さは低くなちょっと低くなったんですけど、捕まりが悪くなりましたっていうのは、これ本末転倒な金貨するんですよね。だからあんまりその打ち出しが高いっていうことやったら9度にするのは一つの選択肢なんですけど、その9度にしたことによって捕まりが悪くなるのはちょっと知っとっていただきたいっていうのがまず1点。それと、もし純粋に何て言うんですかね、スピン量で吹き上がってるんやったら、これは打点位置とか他の要素があるんですよね。で、シャフトを変えるっていうのは基本的に僕は勧めていません。で、確かに硬くすることによって打ち出しは低くなります。でもそれはダイナミックロフト、いわゆるインパクトロフトが立ってくるから、でそれこそまさに打ち出しが低くなるだけであって、シャフトの問題では根本的に球の高さを変える、シャフトで変えるっていうのはこれは違います。シャフトっていうのはあくまでも合ってるものを選定した上で、ロフトとか打点位置とか、いろんな他の要素で球の高さとかスピン量を抑えていくことなので、シャフトを変えて球を抑えるっていうのは僕のフィッティングの中ではまずないですね。はい、だからそもそもだから根本的にこのダマさんの場合は結局打ち出しが高いのかスピンで吹き上がってるのかどっちかっていうのを、まずその原因を調べないことにはなかなか解決策ではないんです。で効果不効果、最近なんていうんですかね、こう測定器の進化ってすごくて、結構いろんなとこで打ち出しとかスピンとか見れますから、そういうんでまず見て、そのどういった原因で、まず一番は打ち出しが高いのかスピンが多いのかっていう、で次にじゃあなぜそうなってるのかですね、原因ですよね。打ち出しが高い理由は何でしょう
ょう、スピンが増えてる原因は何でしょうっていうのも分かってきて、今分かるので、それをあのした上でロフトを立てた方がいいのか、まあシャフトが実際合ってないのか、もしくは打点位置が変なところで当たってるのかとかっていろんな他の要素もあるので、あの1回、まあ、一番は信頼できる、まあ、フィッティング点というか工房さんで、そのミスの原因っていうのを調べるのが一番大事。なるほど、うん、そのね、なんとなくでやるのはもったいないですよね。なんかちょっとなんか遠回りな感じするね。そうそうそう、うん、一つ質問なんだけど、うん、ヘッドスピードが速い人の方がドライバーのロフトってつくない、なんか9とか8とかだけど、そうやって関係あるの？これ結構よく言われる。だからヘッドスピードが速い人はロフト立ってる方がいいっていう、そんなこともない、うん、あのまあヘッドスピードが速い人の方が、まあまあ、俗に、まあ、正式名称ドループっていうんですけど、まあまあ、分かりやすいのは前反り角ですねとかの方がつきやすい傾向にはあるので、あのどっちかっていうとヘッドスピードが速い人の方がインパクトロフトが寝やすいとは言われてます。ただ絶対とは言えないので、そのインパクトロフト、ヘッドスピードが速いからロフト9度ですとかっていうのは間違いです。やっぱちゃんとしたインパクトロフトは、大体僕は18度が理想って言ってるんですけど、ダイナミックロフト18度ぐらいっていうところよりもなかったら、ロフトはどんなにヘッドスピード速くてもやっぱつけるべきですね。だからその確かにヘッドスピードが速い人の方がロフトが立つ可能性は高いだけです、うん、だからその中に自分が当てはまる可能性としてはその割合としては高いけれども、そういうこと、そういうこと、うん、実際はどれが望ましいかって言ったらインパクト時のダイナミックロフト、うん、だから何度とかじゃなくて、そのドライバーの角度ではなくて、うん、そう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 、自分のスイングプラスの時の、そうですね、だからダイナミックロフト、だから打ち出しだけでも判断できない、それ当たるところにもよりますし、そのテンプラなんか打ったら真上行きますからだからまあその基本的にはやっぱ自分の癖とか自分のダイナミックロフトとかを知っていくっていうのが、まあ、問題解決のまず第一歩ですから、うん、もう本当今はね、測定器でいろんなものが分かるので、うん、自分の癖を知るってはこれいつも言ってますけど一番大事なことですね、はい、ということでね、一度あの、まあ、できるところで試してみたりとか、うん、でも実際は、まあ、そのデータを見た方が一目瞭然で、もちろんですね、はい、あとあれはどう？ T をちょっと低くするとかはどう？そうですね、それもだから、まあ、ただそのこれも T の高さでね、アッパードワイとか大体分かるんですよ。だからやっぱアッパーが強い人っては T 高めでないとダフるイメージなんですね。逆にちょっとドライバーダウンとかで打つ人は T 低めじゃないとテンプラのイメージがなるんで、その、あの T を低くすれば正解かっていうとこれまたちょっと違うんですよね。でも僕のフィッティングでも分かってきてるのは T の高さでこの人大体こういうアッパー軌道がどれぐらいやなっていうのが予測できるようになってきたのはやっぱりあのなんていうんですか、これはデータから分かってきてますね、うん、じゃあもうこれはいろんなあのまあ、原因というかがもう異なるので、うん、データを一度見ていただくのが確実。そうですね、もうこの2、まあ、本文だけからはごめんなさい、ちょっと厳しい、はい、うん、はい、ではダマさん、ご参考になりましたでしょうか。それではサタデータケチェミチャップ、また来週、バイバイ。じゃあ次のあだ名はあれですね、クリーンに潰されたみたいな感じチャンネル登録高評価で、ね、タケちゃんユミちゃん動画にすぐにアクセス、チャンネル登録よろしくお願いします。